ちは、日野です。とりあえずね、ちょっと撮れる時にというか、何も考えてないんですけど、とりあえずボタンを押してみたんですけれども、先ほどこう瞬間瞬間がね、続いているということでお伝えしたんですけれども、景色もそうですよね。景色も本当同じく、これもよく行く道で、毎週1回ぐらいはね、そのお店に、こうお店同士でちょっとやり取りしているので、そのお店に行く道なんですけれども、毎日同じような景色を見ているようでいて、実はね、こう季節も変わっていくごとに一日実は姿を変えていると。で、やっぱり同じ時間帯でもないですし、その瞬間瞬間同じような景色を見ているようでいて、実は全く別の、瞬間を僕たちは見ているはずなんですよね。で、そういう気持ちでいると、もう常にね、こうワクワクした、気持ちってあると思うんですよね。だからワクワクする気持ちがなくなるっていうことは、それはなんかこうまた同じ繰り返しみたいな、そういう時だと思うんですよ。で、マンネリ化してしまう。でもそのマンネリ化っていうのは結局自分の中での、認識なわけですよね。その認識を変えていけば、当然周りの世界も変わるし、その周りの世界が変わっていけば現実も実は変わっていくっていう、ね、ことになるわけです。で、全く違う現実がやってきていると、瞬間瞬間来ているということになりますので、僕たちはそのこの瞬間からでもいくらでもね、この現実を変容させていくことはできるんだっていうことですよね。そのことは本当にいつもなんか繰り返し言ってるような気がするんですけれども、そういうふうに、捉えていく。現実っていうのは自分でいくらでもね、変えていくことができるっていうことをまず思わなきゃいけないですよね。で、そうじゃなきゃ変わっていかないですし、自分が思い描かないとそういう世界ってやってこないんですよね。だから僕自身も、なんかこうやりたいことって本当にいっぱいあるなと、見ていけばね、ありますし、店のその、ことに関してもまだまだね、こうやりたいけどまだ手がつけられていないとか、そういう部分もいっぱいありますし、まだまだもっとこうしたいなとか、あるんですよね。そういうのって本当はどんどんアイデアをこう書き写していくといい。自分でアイデアを出たら書いておかないとつい忘れちゃうんですよね。で、またそれが、うずもれていっちゃうっていうことになりますので、そういう一つのノートを持っておくといいなって思うんですよ。いいなって思うだけではね、ダメなんですけど、書いていかないとね、書いていこうと思うんですけれども、そういうふうに、どんどんね、自分が、思っていることを具現化していくっていう、可能性はいくらでもあるっていうことですよね。でも、毎日いろんなことをね、こういろんなことをというか、書くことはありすぎるんですよね。だから、その中で、何をピックアップして選んでいくかっていうのもあるんですけれども、本当にいいものいっぱいありますし、そういったものをどんどんね、こう伝えていきたいなっていう気持ちはすごくあるので、そういうのをどんどん、ね、やっていければいいなっていうふうに感じております。今本当に新緑、桜の季節が、まだちょっとね残っているところもありますけど、この滋賀県あたりはもう今新緑ですよね。まさに新緑で、この新緑の季節もまた美しいなって思うんですけれども、日々のこう景色とかね、日々見る目の前の映る景色っていうのは全く違う瞬間が来てるっていう、ね、ことであれば、まだまだ、楽しいなと思いますし、これからね、いくらでもいろんな人生、まだまだこう想定してない人生が待ってると思うんですよね。で、どういくかわからないし、僕自身だって、この今の仕事がね、一応転職だっていうふうにすごく感じてるんですけども、じゃあそれがずっと同じかっていうと、またその中で変容しながらいろんなことを取り入れたり、いろんな人の出会いがあったりして、またこう展開していくと思うんですよね。だから固定しないっていうことだと思うんですよね。で、自分の可能性を信じる。自分の可能性を信じてないと、結局そういうチャンスが来た時に、自分は無理だとか、自分は関係ないっていうふうになって素通りしちゃうんですよね。で、チャンスを生かすことができなくなりますから、もういろんな可能性があるんだっていうふうに思っておけばいいですよね。で、自分はその何者でもないという意識ですよね。自分はこういう人間だとか、自分は、例えば自然食品の店をしている人間だとかっていうふうに固定しない方がいいと思うんですよね。
まあ、もっと、くくりを大きくしていくというのか、自分はその健康を、ね、伝える人間だとか、だからそれ人それぞれそういうふうに定義していけばいいと思うんですけど、まあ、その定義も本当はいらないかもしれないですよね。まあ、自分は何者でもないというふうに思えば、自分は逆で何者にでもなれるという意識というか、そういうふうになっていきますから、まあ、そういうふうに見ていくといいですよね。まあ、今日はね、本当に気持ちがいい天気ですね。まあ、ちょっと雑談になってしまいましたけれども、まあ、日々ね、こう新たな気持ちでやっていきたいなという、まあ、やっていかなきゃ、まあ、やっていきたいなということでしょうね。そういうことを思いますので、まあ、共にね、日々新たな気持ちで過ごしていきましょう。今回は以上になります。ありがとうございます。